皆さんこんにちは、まなみです。地球上で 70% を占めると言われる海、その実態について人類が把握しているのはわずか 5% に過ぎないといいます。そんなミステリアスな海ではこれまでに多くの奇妙な目撃情報が報告されています。深海に潜む未知なる存在を考察する今回の動画、見逃せない前編、最後までぜひご視聴してください。進化系クラゲ型 UFO。 宇宙時代を迎えた2024年になって、これまでの UFO の形状の定番といえばアダムスキー型やハマキ型といったものでしたが、それらの定説は塗り替えられる情報が上がってきました。その進化系と言うべきなのか、それとも異なる存在なのか、近年報告されている UFO の形状はクラゲ型というのが話題となっています。情報の発信者は UFO 研究家であるジェレミー・コーベル氏で、彼が運営するポッドキャストウェポナイズでクラゲ型 UFO について共有したことによります。その内容はシリアとイラクの上空にクラゲ型 UFO のリーク画像を公開したことで湧き上がったものでした。それは2021年12月にシリア上空で撃墜された飛行物体があり、それと同等の UFO のリーク画像だとされ、イギリス空軍による報告書では未確認の航空現象と分類される飛行物体だと言われています。そして2024年1月9日にコーベル氏は、2018年10月にイラク米軍統合作戦基地に飛来したクラゲ型 UFO の動画を公開したのです。映像には複数のクラゲを連想する触手のようなものを垂らした物体が基地の上空を滑るように飛行している様子が収められ、クラゲ型の UFO が軍事施設内の上空を移動し、基地付近にある湖に飛んでいくと降下を始め、着水後に湖の中へ潜っていく様子を映し出すものでした。そして17分後に再び湖面から浮上して姿を現したクラゲ型 UFO は、45度の角度で上昇すると高速で飛び去っていったのです。この映像を公開した際にコーベル氏はアメリカメディアに対して次のように語りました。UAP が我が国の機密性の高い軍事施設に何の処罰も受けずに侵入し、我が国の主な標的化と防衛プラットフォームを無効化できるのであれば、我々はそのような脅威を認識し対応する能力を侵食する上で、汚名と秘密主義が果たした役割を考慮する必要があります。コーベル氏はアメリカ中央軍が15年以上も UAP を追跡していながら曖昧な対応しかしていないことに苦言を呈したのです。この声に賛同する人たちは米軍内部にもいました。これらの事象についておざなりにされている対応に憂慮することには、自国や他国にて軍隊の脆弱性につながると指摘したのです。 UFO 出現に対する情報については謎とされながら、地球外の存在を色濃く印象付ける物体であることは誰しもが思うところでしょう。クラゲ型 UFO の出現は他にもあります。2020年クルーズ船セレブリティエッジの船長ケイト・マッキュー氏は、クラゲ型の UFO が船の上をホバリングしているのを目撃しており、 UFO はしばらくホバリングをした後に音もなく海に潜っていったと語りました。目前での信じられない状況について語ったマキュー氏の内容は次のようなものでした。当時は風はほとんどなく風速5ノット以下でしたが、クラゲ型の UFO は回転しながら時速約 25km の速度で船の周りを飛び回ると、その物体は発光しながら船尾から約 400m の地点で水中に潜っていったといいます。船長らは墜落したと考え、救命ボートを下ろして海中を探査しようとも考えましたが、海面には墜落したと思われるような破片らしきものは一切見当たらなかったことで、事故の可能性は低いと判断したといいます。ドローンの可能性も視野に入れましたが、マキュー氏をはじめ目撃した全員が同意見を持って否定しているといいます。紛れもなく海中へ入っていった物体だとしているのです。
近年目撃情報が増えつつあるクラゲ型 UFO は、その挙動が物理法則を逸するもので、理解を超える未知なるものとしか言えない現状があります。このことを受け止め、コーベル氏は、UFO は不愉快な真実であり、近年の事象について顕著になる未知なる存在について、公衆において UFO が人類にとって何を意味するのかという真実を知る固有の権利があるとして、私たちはそれに正面から取り組む必要があるのだと持論を述べています。コーベル氏が広く呼びかける内容を私たちは真摯に受け止める必要があると言えます。宇宙時代を迎えた現代では、一昔前の UFO オカルトとするエンタメ的な娯楽とする考え方は、もはや無知で情報弱者となる危険性をはらんでいます。パラダイムシフトを迎えたといえる次元の転換期に差し掛かった近年、信じられない事象はさらに増えてくるといえます。海について海洋環境科学の教授は、地球の海洋でも未確認水中現象を探索するべきだと主張しています。これを提案した人物は、ノースイースタン大学のブライアン・ヘルムース氏で、水中を高速で移動する物体や巨大な影、また水中から飛び出してそのまま空へ舞い上がっていくものなど、水中にて動く生物か人工物か定かでない物体を UFO になぞり、UFO、未確認水中現象と呼んで定義しています。ヘルムース氏は海で目撃されるこれらの UFO について、これまで取り上げられてきた UFO のような不可解な発見は空に限った話ではないと語り、もし自分が宇宙人で地球のような生命にあふれた惑星を探査するとしたなら、間違いなく海から始めるだろうと説明しています。地球の7割を占めながら、人類はその実態をほとんどと言っていいほど把握していない事実には、地球環境を破壊する人類が生息できない環境下にて、人知れず存在する未知なる世界がある可能性も否めないでしょう。近年、UFO に関する NASA の独立研究グループは、16名のメンバーの中に海洋学者も名を連ねています。アメリカ国防総省によると、UFO、もしくは UAP、未確認異常現象の活動範囲は、水中及び中層を通過する物体を含むとされています。UFO イコール空とするこれまでの固定観念は、範囲を多様に広がりを見せているのです。空ばかりを想定していた私たちは、海中も今後視野に入れていく必要があるのです。海中のエイリアン。未知なる物体は UFO、UAP、海や川、湖などと水中にて目撃される物体を UFO と呼称していますが、海中ではこれまで南極にて目撃されているユーマ、人間、人型と呼ばれる存在があることも視野に入れる必要がありそうです。近年になって、プエルトリコのアグアディージャ沖で漁師たちが目撃して SNS にてアップされた動画が話題となっています。それを見た人々から水中に住むエイリアンなのではないかとする反響が広がっているのです。その時の状況を漁師たちは次のように報告しています。波間から放たれる幻想的な青い光を見たことですぐに撮影を始めたところ、奇妙なものが映り込んでいた。この遭遇映像は TikTok で広く共有されました。その映像には終始漁師たちの興奮して声が高まっている様子が収録されています。UFOを目前にした彼らは、見て見て、何かがそこにいるとしきりに叫んでいました。映像を確認すると、奥の方を青い海中に人型の物体が泳いでいるように浮かび上がるのが確認できます。これについての反響の中には様々な憶測が飛び交いました。人間に化けたエイリアンだとか、人魚は水中で青い円形の光を作ると言われることから、マーメイドだとするコメントなどでしたが、多くのコメントの中で理論的な説として、生物発光現象が真相に近いと考えられました。生物発光とは、生物が化学反応によって発光する光とされており、例を挙げると、クラゲやバクテリアなどが美しい青緑色の輝きを放つものだとされています。
しかしながら何者が発行したのかは定かではないことでは確信に迫っておらず、人型の影をどう説明できるのか。水中エイリアン的なユーマだとする説も否定できないと言えます。日本の海底 UFO。 2002年日本の三陸沖の海中で撮影された映像が海外掲示板で話題を巻き起こしました。それは深海で撮影されたもので、同5月3日午前10時に三陸沖の海中の様子を撮影した際の映像に謎の物体が映り込んだものでした。その映像は水深421メートルの深海に潜航した ROV のカメラが浮遊するイカの姿を映し出しているものでしたが、映像の中にはイカの背後を左上から右下へ白く輝く細長い物体が高速で通過する様子が映り込んでいたのです。その物体が何であるかについて世界中が注目することとなったのです。通過する謎の物体は映像の中のイカからは結構後方に距離があるように思われましたが、一瞬にして通過するスピードから非常に高速であることが唯一確認できるところでした。海中生物では時速40キロの速度で移動するイカやタコなどの種があるとしても、それらは小型の種であることで、映像に映り込んだ物体の想定されるサイズからしたらそぐわないとされます。謎の物体が白く輝いていたことから、イカが自発的に発光する生態に ROV のライトが反射した可能性や水中ドローンの可能性を視野に入れましたが、過ぎ去った移動の高速さについてそれらを踏まえても疑問が残るとされています。ユーソーの記録はこの限りではなく、これまでに多くの報告がされてきました。それに判明することは、多くのユーソーは空から海へ自在に出入りし、水中を驚異的な速度で移動する未知なる物体であることが挙げられます。三陸沖にても確認されているユーソーは UFO と同義だとも解釈できますが、海、湖、川、池と水域内やその付近で見られるユーソーの性質と起源について、一説では極秘の軍事プロジェクトや秘密組織によって開発され運用されている物体だとするものや、地球外、また異次元の由来であるとする説などと様々に語られています。ユーソーについての証拠には、目撃者の証言以外に、写真、ビデオ、ソナーの記録、レーダー探知などと多岐にあることが、UFO と比較して事実につなげられる要素が多くあると言えます。これらの証拠が、これまでの未知なる UFO の謎解明につながる手がかりになることが期待できるのです。中国の奇妙な物体。UFO の目撃情報が世界中から報告され始めた近年、中国でも奇妙な映像に注目が集まりました。それは YouTube にて公開された動画で、中国の海岸にて撮影されたとされること以外情報が出ていないものですが、沖合に奇妙な細長い物体が確認できるもので、その不思議な物体は波の影響を受けることもなく、斜めの角度を保って同じ場所に留まる様子を見せていました。その不思議さから撮影者は3分間ほど撮影を続けたとしており、その間物体は全く動かなく、物体の一部は海中に入っているようで、その周囲には白い泡が出ており、一体どのようなもので何をしているのか不可解だったとしています。撮影者と物体にはかなりの距離がありましたが、物体の巨大さは容易に伺えるものでした。その物体についてクジラや座礁した船ではないかとするコメントが寄せられましたが、その物体が葉巻型の UFO とも捉えられる形状をしていることから、世界的 UFO 研究家スコット・ベアリング氏はこの動画に強い関心を寄せ、次のように語っています。動画をはじめに小さなスクリーンで見たときは詳細が全くわからずクジラかと思いましたが、再び大きなスクリーンで見ると、それが葉巻型 UFO であることが明らかになった。そして次のような持論を展開しました。この UFO は雲を作り出しているのだと考えられます。機体は海面上に見えますが、海には触れていません。
機体が隠れることのできる雲を生成することができたら、雲に身を隠し空へ消えていくのでしょう。大変興味深く珍しいシーンを捉えた動画だと思いますが、過去にも同様のシーンがアメリカ海軍に目撃されているのです。雲に隠れて移動する UFO とする説には一理あるのではと思われます。目撃に前例があったとされることに、ウェアリング氏の情報には信憑性があります。中国にて撮影された映像にて雲を操るテクノロジーが示された点には、にわかに真実味が出てきた印象です。中国が人工気象操作システムの開発に成功したとする情報が2013年に発表されたことから、気象兵器ではないかと噂されており、中国に由来する UFO も存在するかもしれません。もしくはそれは海底の宇宙人から授かった技術による気象操作システムだとも見方を変えることもできます。未知なる存在。様々な UFO の目撃報告から、未知なる海には未だ人類が知り得ない世界が広がっている可能性が色濃くなりました。深海には宇宙人の基地なるものが存在しているのかもしれません。 UFO 現象の歴史において本場ともいえるアメリカでは、 UFO 分野における研究者の数は世界一だとされています。そして近年、研究者の間で注目を集めていることが、海や川で発見される UFO の存在だといいます。 UFO についてはこれまでギリシャのテルマイコス湾に沈む巨大な物体や、スウェーデンとフィンランドの間に横たわるバルト海、ボスニア湾にて発見された物体などが海底に佇む UFO として多くの注目が集まりました。これらのことから、 UFO らしきものの存在が海底にもあることが判明し、人々の興味が海へ寄せられることとなったのです。海底には古代の遺構が世界中から発見されていることや、ムーやアトランティス文明の痕跡だとする説が浮上していますが、それとともに佇む UFO や UFO の目撃情報から、海底に潜む存在について新たなるミステリーが加わったこととなります。2021年にはアメリカ海軍艦船内から撮影したとみられる未確認飛行物体を捉えた動画がリークされました。その映像には、海上上空に浮かぶ UFO が水しぶきを上げて海中に消える姿が捉えられており、方位と距離を記録しろと叫ぶ軍用員の声も収録されていました。これらのことはアメリカ国防総省で未確認航空現象と呼ばれ、進行中の調査対象とされています。近年では海軍でも未確認航空機が軍の管制圏や指定空域に入ったことが多数報告されている事実を受け、それらの調査と分析が続けられているのです。緊急時に想定されることには、他国からの偵察機や地球外生命体の活動の可能性も含まれるとしています。南カリフォルニア在住のベテラン超常現象研究家、プレストン・デネット氏は自身の著書、UFO 海中基地にて驚愕する内容を記しています。カリフォルニア南部沿岸一帯で報告された UFO、郵送現象を35年にわたって分析調査した結果から、カリフォルニア南部沿岸海域の広大な深海底のどこかに、巨大な海底基地が存在しており、そこには地球外の高度な文明の知的生命体が地球文明の観察、監視、鑑賞などを目的として UFO を飛来、先行させている可能性があると。近年においてはこの内容は決して絵空事ではないのです。そして驚くべき事実は、今後さらなる展開をもって海から浮上してくると考えられるのです。